こんにちは。イージージャパニーズママ Vlog のママ先生です。テキサスに住んでいる日本語の教師です。今日はある土曜日の一日を紹介します。朝は午前7時に起きました。それから近くのランニングコースをちょうど2キロ走りました。ランニングコースまでは車で10分ぐらいかかります。主人と2人で走りに行きました。週末の朝はできるだけ走りに行くようにしています。走った後にファーマーズマーケット、野菜の市場に行ってみましたが、残念なことに今日は休みでした。その後、ランニングコース近くのカフェで朝ごはんを食べました。卵とチーズのタコスとアイスカフェラテを注文しました。家に帰ってからは、犬と15分ぐらい庭で遊びました。犬はボール投げが大好きです。皆さんもペットを飼っていますか？ペットはどんな遊びが好きですか？犬と遊んだ後、午前10時半ごろにシャワーを浴びました。髪も洗いました。毎日髪を洗うのは大変ですから、2日に1回洗います。その後ベッドメイキングをしました。犬も一緒に寝るので、いつもベッドメイキングをする前にコロコロで犬の毛を取ります。これ本当の名前は粘着カーペットクリーナーと言います。でも一般的にはコロコロと呼ばれています。私もお店でこれを探すときは、店員さんにコロコロどこにありますか？と聞きます。コロコロはソファーやカーペットの掃除にも役に立ちます。ドレスを着ているのはこの後、バイオリンのコンサートに行くためです。娘の一人が今年の1月からバイオリンのレッスンを始めました。今日はその先生のコンサートでした。今日はセントパトリックスデーなので、私も主人も緑色の服を着ていきました。娘たちは緑色の服を着ませんでした。午後1時頃にコンサートに向かいました。家を出る少し前から雨が降ってきました。でも長靴を履いていたので濡れませんでした。早めに着いたので本屋やアンティークショップで時間を潰しました。やっぱり生演奏は素敵ですね。見てくれてありがとう。